はい、皆さん、こんにちは。JAG NTD 主催の連続ウェビナー、顧みられない熱帯病対策、世界の潮流と日本への経験のご参加、ありがとうございます。本ウェビナーは、グローバルヘルス技術振興基金 GHIT ファンドの講演を得て、皆様へお届けしております。本日もですね、モデレーターは私、長崎大学熱帯医学研究所の吉岡でございます。どうぞよろしくお願いいたします。さて、この連続ウェビナーの最終回となります。今回第6回目となる本日ですけれども、NTD の中のマイセトーマという病気を取り上げようと思います。このマイセトーマですけれども、2016年にですね、WHO の NTD リストに加わったというものです。つまり NTD という枠組みができた当時はまだこの NTD の仲間に入ってなかったという病気でありまして、NTD の中の NTD と言っても過言ではないのではないかと思います。そういう病気ですので、研究も対策もあまり進んでいないというものであります。で、そのわからないことだらけの中で、ただそれでも行動を起こしてですね、挑戦を続けている方というのがやっぱり世界中にいまして、で、ここ日本にでも、そういう組織、団体、個人の方がいらっしゃるということで、今日はそこについて、お伝えできればいいかなと思います。かつですね、この病気について考えることで、その世間から顧みられないということが一体どういうことなのか、NTD の本質というものを改めて、見つめ直すことになるのではないかとも考えております。はい。まずですね、最初にですね、このマイセトーマという、聞き慣れない病気であると思うんですけれども、このマイセトーマという病気、あるいはその取り組みというものがどういうものなのか、簡単にですね、まとめたビデオがございます。GHIT ファンドから紹介していただいたビデオなんですけれども、このウェビナーの一番最初にまずこのビデオを皆さんにご覧いただこうかと思います。それでは動画の方、準備よろしいでしょうか。All these patients, silent, no legs, no feet, monstrous lesions. You feel like crying when you see them. Mycetoma, the silent killer, is a unique neglected tropical disease caused by a substantial number of microorganisms, fungal or bacterial. The fungal form of the disease still has very low cure rates, just about 20% or so. It often requires surgery, and the surgery is often then leading to a loss of a limb and a lot of morbidity. This is wrong. This is an infectious disease, and infectious disease should be treated with medication. The challenges are everywhere, everywhere. The good news that mycetoma now, it is one of the neglected diseases recognized by WHO. GHIT in Japan was the first organization to support the research on mycetoma. This is a study that we are conducting in partnerships with Eisai, who is providing us all the treatment of fosfavuconazole for the clinical trial. Mycetoma に対するこれまでの薬剤は効果も不十分で、副作用が強いという課題がありました。弊社が開発した A1224 は効果も強く、安全性が確立されているため、これまでの薬剤よりも高い有効性が期待できます。また効果が長く持続し、週1回の服用で済むため、患者様の服薬コンプライアンスの向上や薬剤費の軽減にも役立ちます。 We need to work together globally, different countries, trying to help the mycetoma patients around the globe. Because the problem is the same in different parts of the world, the same patients, the same suffering and the same socio-economic status.We need this community, we need these partnerships to provide some solutions and get some hope for these patients. So with a new treatment, what we hope is that we would not see these horrible lesions anymore, and we would see smiles again on these faces. はい、ありがとうございます。動画をご覧いただきました。短い動画でしたけれども、今日のウェビナーでお伝えしたいメッセージがいくつか含まれていたものと思います。
さて最終回となる今回なんですけれども、ウェビナーのですね構成を少し変えております、全部で6名の方を、今日はお招きしております、時間の関係ですね、ご紹介するのはこの後登場していく順番に従って、お一方ずつ、ご紹介をしていこうと思います。今日もですねウェビナーの最後にですね質疑応答の時間設けておりますので、皆様からの質問をですね Zoom の Q&A 機能を使って、受け付けております。 Zoom の下の方にある、Q&A のところを押していただいてテキストで、ご質問をぜひ送ってください。匿名でのご質問も可能ですので、ぜひ、ご利用ください。それではですね早速になりますけれども、お話をいろいろと伺って参ります。まずお一人目ですね、長崎大学熱帯医学グローバルヘルス研究科の客員准教授、四津理恵さん。このウェビナーは、2回目のご登場となります。四津先生からは、マイセトーマという病気これ何なんだろうということを、お話しいただきます。四津先生よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はイントロということでお題をいただきまして、臨床的な側面を中心にまずはこれに続くセッションの講演がより、深く理解できるような形でと思い、スライドを作成してきています。マイセトーマですけれども、こちらは古来より存在は知られていたんですけれども、1800年半ばにインドのマドゥラ地域、南インドですねより初の正式な報告があった疾患です。そのためにマドラー氏です。あるいは、マドラフットという名前で、当時は知られてたんですけれども、現在はマイセトーマという名前となっています。マイセというのが心筋性あるいは心筋に類似した細菌性のという意味で、トーマというのは腫瘍という意味ですので、この病原体とあとは症状の方を合わせたような、そのような名前でやっています。病原体としては先ほどのビデオにもありましたように心筋性のもの、カビによるものいうマイセトーマ、そして細菌性のもの悪知のマイセトーマという、2つに大きく分類することができます。感染経路は経皮的感染であるということが言われているんですけれども、なかなかこちらスーダンの、で撮った写真ですけれども、このような、こちらはアカシアの枝ですけれども、このような、トゲトゲの、植物が現地に多いんですね。で、裸足で歩く人たちが、このトゲに刺さって、マイセトーマを発症するということが、言われてますが、こちらはまだ、感染経路については詳しいことはまだ研究途中であります。マイセトーマの症状の特徴としては、感染部の複数、多数の、球芯、皮下結節が、ありまして、で、こちら祖父群の全体の腫瘍が認められます。こちらはもうすでに瘻孔を形成して、瘻孔というのが、皮膚の下のトンネルみたいなものなんですけれども、その中にこの膿が溜まっているのが、少しずつ出てくる。このような、病態がマイセトーマの症状の特徴であります。で、側部の病変から中枢性に進展します、することもありまして、このような場合には、より重症でありますし、また病変部が深部にまで及ぶと、骨髄炎、骨にまで感染が及ぶことがあり、この時には重症型となります。こちらは病変が体幹あるいは体幹近くの場合、こちらはさらに難治になるということであります。マイセトーマの病原体の種類、こちら20以上の病原体が同定されているんですけれども、この表もう本当にごちゃごちゃ、してますが、ここで、重要なのは、いろいろなこの、病原菌がマイセトーマの原因であるというところであります。なので、マイセトーマ、すいません、感染症というものは大体、一つの病原体に対して、一つの病気の名前がついていることが、多いですけれども、マイセトーマの場合はこのように、多くの、病原体が関係しているということで、一つの疾患というよりは、疾患群として考えることが適切であると、私は考えています。マイセトーマの治療ですが、内服治療、こちらは病原体に合わせて選択を、しないといけないですので、心筋性細菌性、どちらかわからないと、きちんとした治療がいけないということがあります。そして長期に及ぶ治療で副作用が多いということが問題、
患部のマネージメント、そして重症例では手術で、まだ多くの症例でマイセトーマの場合足切断が行われています。でこちらは後ほど日高さんエーザイの方から紹介があると思いますけれども、もともと日本で開発をされた抗心筋剤が、まあ、現在スーダンで臨床試験中ということで、その結果が楽しみであります。マイセトーマは難治性にさせるもう一つの原因として、こちらのマイセトーマのグレインズ粒子というものがありまして、まあ、少しこちら臨床の写真を近くで見ていただけますと、まあ、黒いこのゴマのような粒々があるかと思われます。まあ、こちらは真菌が産生するメラニン色素を含んだ膜に包まれた菌塊でして、まあ、菌はこの中に、この中で、まあ、増殖していくことによって、まあ、守られているわけですけれども、まあ、このような膜に包まれて守られているために、まあ、非常に内服薬が、まあ、浸透しにくく、まあ、治療抵抗性となるわけであります。こちらマイセトーマの分布、1984年に描かれた、地図なんですけれども、まあ、当時はこの熱帯亜熱帯地域のマイセトーマベルトと通称言われていた地域に多いということが言われていたのですが、まあ、最近、まあ、いろんなところから報告がありまして、まあ、こちらは2020年の報告になりますけれども、システマティックレビューで、まあ、これだけの、世界各国からマイセトーマの報告があるというデータが出ています。でそして日本にもマイセトーマあります。日本の症例2020年で、まあ、報告されている症例ですが、こちらはまあ11例ありまして、で、まあ、こちらまあ、長崎大学の皮膚科の方での、症例になりますが、長崎では結構このマイセトーマ実は多くて、まあ、ジャガイモ畑ですとかそういった土作業から感染するということが知られていまして、まあ、こちら病変部、手指と手首のところにありますが、また日本のような、国では、まあ、このように皮膚生検あるいは、培養検査そして遺伝子検査により、菌の同定ができるわけですけれども、まあ、このようなことはなかなか、蔓延国では難しいということは、想像に難くありません。ということで、私の発表は以上になりまして、まあ、こちらは、マイセトーマの、現地の、まあ、民芸療法でありまして、まあ、このように薬と治るというような、民間療法がありまして、まあ、このような血をなくすその住民たちの意識を変えていく、まあ、そのようなこと活動も重要であります。以上になります。ご清聴ありがとうございました。はい、四つ先生、マイセトーマの説明を非常に簡潔にいただきありがとうございました。私もの長崎のジャガイモとマイセトーマの関係というのは全く知らなかったので今驚きました。ありがとうございます。それでではですね、次の、方をご紹介したいと思います。DNDI Japan External Relations Senior Officer の、森岡みどりさんです。森岡さん、よろしくお願いいたします。森岡さんとは少しお話を、してみようかなと思うんですけれども、まずその DNDI Japan について少しお聞かせいただけますか。はい、ありがとうございます。我々DNDI という団体は医薬品の開発に取り組む組織なんですけども、対象としているのはマイセトーマのような利益の見込めない病気です。具体的には世界中の研究開発パートナーですとか、まあ、G ヒットファンドのような、まあ、ドナーから資金をいただくことによって、まあ、非営利で研究開発をしている団体になります。はい、ありがとうございました。先ほどのねビデオにも最初に出ていただきましたよね、 DNDI の方ね。でですね、でこの DNDI という団体がこのマイセトーマが WHO の NTD リストに入るもう以前からこのマイセトーマというのを、まあ、注目をして、まあ、アドボカシ活動されていたと。で2016年に NTD として認められた後は日本国内ではいろいろセミナーを展開されたというお話を聞いております。まずこのなぜその DNDI はこのマイセトーマ、まあ、ほとんどの人が関心を示さない病気、NTD に追加される前からですね取り組まれていたのか、そのあたりのお話を少し伺えますか。
はい。もともと DMDI 自体が、国境なき医師団で、まあ、活動していた医師の方たちが、まあ、実際アフリカなどに行かれて、まあ、患者さんを治療する際に、こう、そもそも、まあ、その病気を治療する薬が、まあ、ないですとか、まあ、あったとしても、こう、毒性の問題で、まあ、患者さんが亡くなるという状況を目の当たりにして、設立された団体です。で、まあ、マイセトーマに関しましても、まあ、最初のきっかけというのは、実際にスーダンで、まあ、患者さんを、見られていた先生方、まあ、先ほどのビデオにも出てきましたが、ファファル先生の、まあ、声が、大きかったと思います。我々 DNDI はもともと他のリーシマニア症という疾患で、スーダンで活動していたんですが、まあ、その中で、こう、マイセトーマの患者さんの現状ですとか、あと、まあ、ファハル先生の声を聞いて、まあ、本当に、まあ、こう、顧みられない熱帯病の中でも、こう、本当に顧みられていない状況ですとか、まあ、ギャップがあるというところに、まあ、我々のミッションと、まあ、共通するところを感じました。また、まあ、ちょうど我々がこう、事業計画を見直している時期でしたので、そういったところで、まあ、我々の、まあ、活動との整合性っていうのを生み出して、始めたことがあります。あと、まあ、もう一つの大きな、こう、この実感に注目した要因は、マイセトーマが WHO のリストに追加されたのは、2016年なんですけども、まあ、その以前に、エーザイさんとはすでに、まあ、もしかしたら、こう、新しい新薬になりうる、有望な化合物がありまして、その、まあ、共同研究契約のお話をさせていただいておりました。で、2015年の段階で、まあ、その、一緒に、共同研究をするという、合意を得ることができましたので、やっぱり我々 DNDI の活動は、パートナーさんがいないとなり、立ちませんので、まあ、そういった、協力してくださる方がいたというのが、まあ、さらに我々 DNDI の活動を推し進めた、大きな要因になりました。はい、ありがとうございます。このスーダンのファハルさん、ファハル先生、お医者さんが、まあ、一つチャンピオンとして、非常に強力なアドボケーターだったということと、国内での協力者が、いたと。ということが大きかったというお話をお聞きしました。で、その後 DNDI が主催になる形で、国内でマイセトーマのセミナーをされたと思います。で、そのセミナーについて少しお伺いしたいのと、まあ、そのセミナーをやったことでどのような変化が生じてきたかということをお聞きしたいと思います。はい、そうですね。実際、私たちは、マイセトーマが WHO の NCD リストに、まあ、追加されたことを、まあ、きっかけに、まあ、いくつかこの病気を、まあ、日本国内での認知向上させたいということで、まあ、研究者や一般の方を対象としたセミナーですとか、写真展のようなものを、開催してまいりました。で、まあ、ちょっと先ほども申し上げたんですけども、まあ、我々が、セミナーを、開催したのは、まあ、2016年で、まあ、このような、マイセトーマを対象にして、したセミナーというのは、まあ、おそらく国内で初めてだったとは思うんですけども、まあ、それ以前よりも、まあ、エーザイさんとは、この、実感に対する、研究開発にご意いただきましたし、まあ、本当に顧みられてない段階から、まあ、今後ご発表いただく AR ジャパンさんですとか、まあ、多くの、まあ、日本の関係者の方が、この活動をされていましたので、まあ、我々の立場としては、そういった、まあ、方々の、まあ、活動の、まあ、横のつながりを、まあ、どのように、こう、作っていったらいいかっていうことも、まあ、一つの、まあ、セミナーの大きな、まあ、命題であったように思います。で、実際に、まあ、セミナーを開催した際には、ファハル先生、まあ、ちょうど来日されていましたので、登壇いただきまして、で、実際に、まあ、日本の、マイセトーマに関わる方にも、お話をいただきまして、まあ、率直な感想としては、まあ、そのか、まあ、スピーカーと、まあ、参加いただいた方の、まあ、すごくこう、まあ、この疾患に対する思いといいますか、まあ、熱量を感じる、ものであったと思います。まあ、また、まあ、こういった、セミナーを開催することによって、まあ、横の、まあ、関係性を築く、まあ、お手伝いができたと思っていますし、まあ、
新たにこの疾患に、まあ、関心を持ってくださる方を、まあ、こう巻き込むことが、まあ、できたかなと、はい、考えております。ありがとうございます。まさにそのセミナーを通して点と点が線となり、またそれが面となりというそのきっかけになったのかなという印象を受けました。森岡さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、引き続きましてですね、今お話にも出ましたけれども、AR ジャパン難民を助ける会、プログラムマネージャーの、北明美さんにお話を伺おうと思います。北さんからはですね、スーダンにおけるマイセトーマ対策ということで、スライドを用意していただいています。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。難民を助ける会 AR ジャパンの北明美と申します。当会は国際 NGO としてスーダンで約8年ぐらいマイセトーマ対策を実施しておりまして、今日はそのスーダンにおけるマイセトーマ対策についてお話しできればと思っております。で、我々NGO なんですけれども、なんかNGO とはというところで、特になんか本などには、まあ、非営利の組織で非政府組織で社会活動する団体というふうに書いてあったりするんですけれども、私たち の, 仕事の一つとしては、やっぱりこの社会多くの不平等がある中で、その中でも最低限の社会サービスの機会を得られない人々がいらっしゃって、例えば障害があって子どもが教育を受けられないですとか、飲み水が川の水しかないですとか、あとは基本的な医療サービスにアクセスできない人がいたり、そういった人々に最低限の社会サービスの機会を提供することが私たちの仕事の一つかなというふうに思っております。そのような中で、当会はスーダンで長年活動をしているんですけれども、まずスーダンはアフリカの北の方にありまして、人口が日本の3分の1ほどで、宗教はイスラム教の方が多い国です。で、社会経済状況なんですけれども、スーダンの東部西部南部とずっと紛争があって、それによってインフラがまず整っていないことがあったり、またここ数年ではインフレがものすごく激しくて、生活用品が本当に2倍3倍に上がっている状況で、またこれが一因となって2019年にいわゆるクーデターのようなことが起こって、政権交代して、でその後また経済状況を改善するのかなと思っていたんですけれども、やはりインフレが収まらず、今でも物価が高騰が続いております。そんな中で他の国と同様、昨年は新型コロナウイルス感染症が流行しまして、スーダンでもロックダウンが行われ、また亡くなった方も1000人を超えると言われております。でさらにスーダンなんですけれども、昨年はここで大規模な広範囲に洪水が起こったりですとか、またと昨年11月にスーダンの隣の国のエチオピアで紛争が起こって、で今までに6万人を超える難民の方々がスーダンに逃れていまして、それに対してスーダン政府がまた対策をしないといけ対策をするってかなり困難な状況にある国です。で、1人当たりの国民所得なんですけれども、実は去年のデータでは2000数百ドルだったんですけども、今年のデータで590ドルぐらいに落ちてまして、一つにはやっぱり現地通貨が大幅に暴落していて、そういった影響もあるのではないかと思っています。で、このスーダンで当会はこの1年は事務所を置かずに現地の団体と一緒に協力をしながらマイセトーマ事業を進めております。で、実際のマイセトーマのスーダンの状況なんですけれども、先ほどからお話に上がっているマイセトーマ研究所というところに登録されている患者さんの数が、まあ、9400人以上と言われているんですけれども、実際にスーダン全土に何人くらい患者さんがいるのかは分かっていない状況です。スーダンに限らないんですけれども、感染経路が明らかになっていないので、これをすれば予防できますといったことが言えない状況があったりですとか、あと重症化してから受診される方がいらっしゃったり、例えばマイセトーマ発症してその後伝統医療にかかって、でそこで木の実とかが処方されて、でなかなか治らなくて、やっと病院にたどり着いた時にはもう重症化していて、足を切断せざるを得ないという方々がいらっしゃったり、あと診療所に行っても正しく
診断治療がされていないことがあったりとか、また薬の効果が限られていることもありますし、と残念ながら手足をマイセトーマで切断された方へ のサポートが不十分な状況でもあります。でこんな中で各場面でやはりさまざまな対策が必要と考えておりまして、でスーダンにおいてはどのような場面でどのような具体的な対策が必要になっているかを少しお話しできればと思っています。でまずマイセトーマ対策に必要なこととしては、やはり早期診療治療が必要と考えていまして、でそのためにはマイセトーマの患者さんだけでなくて、その家族ですとか地域住民がまずマイセトーマを正しく理解して、でそれから早期受診につなげることですとか、あと医療費交通費が負担となって診療医療受診できないという方もいらっしゃいます。で当会の活動の一環で無料で手術などを村に入って提供したりするんですけれども、ただマイセトーマの患者さんによってはやっぱり医療た例え無料であっても、その受診するためには仕事を休まないといけなくて、仕事を休んだ分収入が減るので、やっぱり受診は難しいという方々もいらっしゃって、そういった方々にはやっぱりそれぞれの事情に応じた個別のサポートも必要になってくるのかなと考えております。であとまた医療施設側なんですけれども、やはりマイセトーマの患者さんがアクセスできる距離に医療施設を確保することも重要ですし、あと医療従事者の数の確保というのも重要ですし、あと医療従事者がちゃんと診断治療できるといったスキルも必要ではないかと思っていて、例えばこれまでにお会いしたマイセトーマ患者さんの方で発症して近くの診療所に医療機関受診したけれども、そこで正しく処方治療がされなくて治らなかったので伝統医療にかかって、で伝統医療にかかっても治らないので、やっと大きめの病院に行ったらもうそこでも重症化で足の切断という方もいらっしゃったりするので、医療従事者のスキルというのも重要かなと思っております。あと医薬品のマイセトーマ治療薬の確保というところで、先ほどインフレの話をしたんですけれども、この最近はインフレでもマイセトーマの治療薬を今後確保できなくなるかもしれないというふうな現地の話もありまして、この医薬品の確保についても重要なところかなと思っております。その他また受診されてその後は患者さん通院をしないといけないんですけれども、そういった場面でも支援が必要と思っておりまして、まず医療費交通費の負担軽減も必要ですし、あと服薬を継続的に患者さんがしていくためのそういったサポートも必要ですし、また精神的なサポートも必要かなというふうに思っています。その他にやはり手足を切断された方も多くいらっしゃって、まずは補助具の支援、この写真はスーダンの村でマイセトーマによって足を切断された方なんですけど、もうやはり補助具が手に入らないので自分で木で補助具を作ってそれを体に巻いてっていう方も多くいらっしゃって、またこういった場面では補助具が必要であったり、また障害を抱えていることで就学就労が難しくなってきて、そういった方へのサポート、また地域の住民の方が障害に対して理解をするようなといった対策も必要であると思います。また障害とともに生活されている方々への精神的なサポートという面もマイセトーマ対策として重要になってくるのではないかと思っております。でその他に研究については各いろんなところで研究が進んでいると思うんですけれども、スーダンにおいても引き続き感染経路ですとか発症メカニズムの研究が必要だったり、治療薬の研究が必要だったり、あとスーダン全土においてはどのくらいの患者さんがいらっしゃって、その方のうちどのくらいの方が医療にアクセスできているかといった疫学的な調査も必要なのではないかと思っています。あとやっぱりマイセトーマ対策で重要なところでは、このいろんなさまざまな場面で対策が必要なんですけれど、そういった包括的な対策指針をやはり国が立てて、それをちゃんと実行していけるようなリーダーシップが重要ではないかと考えています。はい、でここ
パラワの当会が実際にそのいろんな対策が必要な場面があるんですけども、その一部で活動をしておりまして、具体的にどのような活動をしているかをご紹介したいと思います。で、当会はまず2010それまでは地雷で足をなくされた方などの支援をしておりまして、その調査をしているときに2012年頃にスーダンにはその地雷の被害だけでなくて、マイセトーマでも足を失っていらっしゃるか、手足を失っていらっしゃる方っていうのがいらっしゃるというのが分かって調査を始めました。それをきっかけに2013年にマイセトーマ対策事業を開始しました。ただ年間の資金規模は200万円弱ぐらいで、それほど大きな規模では事業は実施できていないという状況です。2019年からはこれから登壇される株式会社エーザイ様と一緒に共同で事業をさせていただいております。で、場所なんですけれども、この首都ハルツームの南部、シロナイル州、センナウ州、ジャジラ州あたりにマイセトーマ患者さんが多いと言われていまして、この辺りを中心に活動しております。で、具体的にはまず一つ住民に対して啓発活動を行っておりまして、マイセトーマの住民の方々へ症状ですとか、あと早期受診の必要性、重要性などについて啓発をしております。で、年間多い時で、で1年間に1回行くという感覚でやっているんですけれども、大体年間2700人くらいにメッセージを伝えられたり、とその他ポスターの掲示だとか教材の配布を行っております。また同時の患者さんへの意識調査も行っておりまして、例えば伝統医療を利用したことがあるかないか、でその利用した理由ですとか、また一方で医療機関を受診した方へのどうして医療機関を受診したのかの理由を尋ねたりして、それをうまく効果的に啓発につなげられるようにしております。で、その医療機関を受診したという方の理由としては、やはり治らなかったとか痛みが出たとかいうこともあるんですけれども、家族の勧めがあって医療機関受診された方というのも多くて、で家族へのアプローチも啓発においては大事なのかなと考えております。その他医療チームの派遣をしておりまして、これも年1回なんですけれども、現地の首都のにあるハルツームの大学病院と、あとマイセトーマ研究所の医療スタッフと一緒に地域の村に入りまして、そこで診療、手術の提供を行っております。で、数としては大体年間40人くらいに提供しております。あとその他義肢リハビリの支援もしておりまして、スーダン各地に国立の義肢センターがあるんですけれども、やはりあまり質が良くないということで、各地域からマイセトーマ足を切断された方をハルツーム の, 国立の義肢センターにお連れして、そこで義肢を製作してリハビリをして、でまた地域に戻っていただくというような活動もしておりまして、でその義肢を受け取られた方の生活がその後どうなっているかといったモニタリングも実施しております。はい、以上が当会の活動になるんですけれども、最後に波を助けるか AR ジャパンとはというところで、設立は1979年、また活動の分野なんですけれども、緊急支援、障害者支援と地雷対策、感染症対策と日本国内で国際理解教育をして5本の柱でやっております。で、現在日本も含め16カ国で事業実施中で、あと年間の全体の収支としましては2019年度20億円前後で実施しております。以上になります。ありがとうございます。はい、北さんどうもありがとうございました。 AAR ジャパンによるスーダンでのマイセトーマ対策ということで、現場の話などをふんだんに盛り込んでいただきまして、非常にその臨場感のあるスライドだったと思います。かつ一方でですね、お話しいただいた課題ですとか現状ですとか、他の NTD とも共通するものだかなと思いまして、今回6回目になりますこのウェビナーの他の回でも繰り返し取り上げてきたようなテーマが
たくさん含まれていたと思いました。北さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、次の方をお招きしたいと思います。GHIT ファンドのエクスターナルアフェアズ&コーポレートディベロップメントバイスプレジデントの井本大輔さんです。井本さん、よろしくお願いいたします。お願いいたします。よろしくお願いいたします。井本さんから少しお話を伺いたいと思うんですけれども、はい、井本さんの GHIT に来られる前に、DNDI ジャパンの、代表をされていたということで、その頃にですね、今日もお話に上がったそのスーダンの現場を訪問されたことが終わりだと聞いております、はい、でそのスーダンに実際に行かれて現場を視察された時の、まずご感想ですとか、そこから何がこう得られた洞察などありましたら、お聞かせください。ありがとうございます。その際は今日はこの後ご登壇なさる飛田さんともご一緒させていただいたんですけれども、まあ、北さんも日常的にスーダンには行かれていると思うんですけれども、まあ、初めて実際に患者さんがどういうところにお住まい で治療にアクセスするっていうことがどういうチャレンジを伴うものなのかっていうことを、まあ、目の当たりにしてですね、まあ、非常にこう忘れがたい経験になったなというふうに思いました。私はその医学とかそういった分野での知見というものは持っていないんですけれども、スーダンに行った時に今でも思うのはですね、やはりその社会学であるとか、そのともすると文化人類学であるかのような、そういった視点というのが非常に NTD に向き合う上では大切なんだなということを知りまして、先ほどその北さんからこういった州で活動していますというお話あったかと思うんですけれども、そのまあセンナール州とかシロナイル州っていう言葉出てましたが、州によっても非常に州政府のコミットメントの度合いが全然違ってですね、そこでこういった活動を行うということについて州の保健当局の方が非常に積極的な方がいる一方で、あまりそういうことを海外の団体が入ってやってほしくないというふうに考えるような方もいたり、先ほどご説明にもあったんですけれども、非常にこう難しい状況にある国で制裁の対象などにもなっていますので、そういったその政治的な難しい背景をどのように対処しながら実際にコミットメント高くやっておられるファハル先生が活動を続けていくかということで、その活動の先行きが見えないようなことっていうのもきっと多々あったんだろうなというところで、まあ、だからそういった中でもコミットメントを保ってですね、行われていることに非常に敬意を持ちましたし、あとその北さんから家族へのアプローチが重要だっていうお話あったんですけれども、私が見落としていたなと思ったのはですね、そういったセンナール州、まあ、車で7時間とか、ボコボコの道を行くような、そういった場所にあるんですけれども、そこの患者さんが、まあ、首都ハルツームに行って治療にアクセスしよう、もしくは手術を行おうということになると、当然、家族の付き添いというものも必要になって、そうすると家族の方が、移動をし、仕事を離れ、で、ハルツームに滞在している間に、その人にも必要なお金というものが発生して、そこが治療へのアクセスの大きな阻害要因になっているっていうことを聞きまして、まあ、金額にすると3、4万円ぐらいのお話のようなんですけれども、それがもうその家族の生活を壊してしまうほどのお金であるということは、私としては本当に見落としていた部分だなということで、まあそういった、どういった対処ができないかということを当時まあ DNDI としてもいろいろ考えて、そこの部分もカバーできるようにしていこうとか、そういう変更が訪問したことによって行われまして、やっぱり現地を見て、その現状に基づいた臨床試験においても、そういった配慮を行っていくということはとても大切なんだなということを思いました。はい、ありがとうございます。非常に重要なご指摘だったと思います。その後ですね、GHIT ファンドが、この後ご登壇いただくエーザイ株式会社などが参加しているマイセトーマ治療薬の開発に投資をすることになりますけれども、そのあたりの背景について少しお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、先ほど森岡さんからもご説明があったんですけれども、2016年のその5月にWHO でNTD リストの中にこのマイセトーマを加えようというお話があって、実はその直後も2016年の7月7月にですね、DNDI の代表の方
から、当時の CEO である、BT スリングスビー氏に当てて、非常に、情熱的なレターを頂戴しまして、でそのレターをいち早く、その同じ月に行われた我々の理事会で提示をしまして、で、そこで、スコープ、私どもの、投資の対象とスコープに追加するという決定を行いまして、で、その後、速やかに、エーザイさんをはじめとするパートナーの皆様方から、投資の申請をいただいて、結果としては、その、ちょうど1年後、2017年の7月に、このプロジェクトを、走り始めていきましょうということで、助成を承認させていただいたという経緯なんですけれども、やはり、BNDI からいただいたレターというのが、直接的には非常に我々の議論を動かしたかなというふうに思っていまして、まあ、現地の状況であり、まあ、先ほど名前が出ていたファハル先生のお名前もレターの中にもありまして、やはりこれにどういうふうに取り組んでいくことができるのかということを、まあ、議論を巻き起こすきっかけになったかなというふうに思います。ありがとうございます。GHIT の意思決定に関する少し内情に関わる話だったので、お話ね、しにくい部分もあったかと思いますけれども、どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい。それではですね、治療薬の話に少し進んでいこうと思います。次にお招きするのが、エーザイ株式会社、サステナビリティ部の副部長、日田孝之さんです。日田さんには、スライドを用意していただいております、はい、日田さんよろしいでしょうか。はい、聞こえますか。はい、はい、聞こえます。よろしくお願いいたします。はい、これって映ってますかね。今全画面に表示しました。はい、はい、大丈夫です。お願いいたします。はい、それでは、はい、吉岡さんありがとうございます。というか今まで一視聴者としてずっと聞いてきてですね、なんかとってもいい回だなと思ってたんですけど、この JAG NTD のこの企画をしてくださって吉岡さんとか事務局の方にまずはありがとうって言いたかったです。それから最終回にこんな話を聞かさせていただく機会を与えていただきましたことに本当に感謝しております。毎回ね、出てくれてる岩島さんの話楽しみなんですけども、矢島さんよろしくお願いしますっていうかにもお礼したいです。すいません、エーザイのサステナビリティ部の日田と申します。すでに、前の演者の方々が話されていてですね、病気の詳細っていうよりは、やっぱり不明なことが多いんですね。今までやられてる、研究がやられて、主にやられてるのは、そのファハール先生のグループの、マイセトーマリサーチセンター、MRC とはこれから言いますけども、MRC の研究がほとんどなんです。なので、この世の中を、世界を見回しても、研究からその対策まで関わっている団体とか人があまり多くないというか、かなり少ない病気だというふうに思っています。で、最初の GHIT のビデオとか皆さんから、エーザイっていう名前の、いただきましてですけども、弊社エーザイはですね、DNDI さんが主導している、そして、MRC が実施している臨床試験で、E1224 っていう、化合物、抗心筋剤ですけども、この治験薬を提供しながら、世界で唯一のマイセトーマ新薬開発を進めています。で、今日は、その新、研究、ごめんなさい、臨床研究の話、今オンゴイングですので、あまり話ができることがないんですけれども、実際に薬ができたときに、じゃあこれどうやって届けるのかなっていうことで少し考えていることがあってですね、製薬企業の立場で、どういう貢献ができるのかなっていうことを中心に、皆さんに共有させていただければというふうに思っています。先ほど、井本さんからもご紹介ありましたけれども、私も仙鳴州のこの和田温佐村というところに、同行させていただく機会をいただきました。実際には先ほども出てきましたけれども、首都ハルツームがスーダンの真ん中辺にだとすれば、そこから400キロぐらい離れて、車で7時間ぐらいかかったときのところに、仙鳴州というところがありまして、そこの、ナイル川の流域であるんですけど、Google マップを見てもよく出てこない。村が出てこないんですね。で、実際には、これが、ナイル川ですけれども、その流域であって、乾季なんですが、このように、舗装道路から2時間ぐらい車をさらに乗り換えて、これちょっと、わざとすごいところを映してますけれども、こういう道もありながらですね、さらに2時間ぐらいかけて、その温佐村というところに来ました。こんな感じです。雰囲気としては。
見ての通りのどかな場所ですけれども、動物と人がすぐそばに一緒に過ごしているっていうような感じでございます。で、あの道を走っていくと、この診療所が突然ポコンって出てきて、まあ普通の建物だと思ったらここは診療所で、実はこれは MRC が、州の支援を受けて、遠隔の診療所として、定期的に使っているものです。ここは手術もできる場所がありました。で、3ヶ月に一度、その当時は3ヶ月に一度、MRC が出張診療して、実際には、マイセトーマだけではなくてですね、この地域の医療全般を担っている、そういうような医療団の役割でした。で、医療団が行くときには、患者さんが普通、いっぱい集まりますけれども、まあ、集まってきた人たちにですね、村長さんが自ら、話をされる、そういう、機械、疾患啓発もやってました。実はこの端っこの方に井本さんが映っています。で、ここの状況っていうのは、先ほどから出てきます四つ先生もおっしゃってましたが、伝統医療っていうのが普通になっていて、何かというとですね、村に代々、その仕事を受け継いでいるヒーラー祈祷師さんのような人たちがその村の健康を普段になっています。で、先ほど、別の方法もありましたけども、私が説明を受けたのは錆びた釘、ここにあるんですけども、錆びた釘のようなもので患部をこすったりとか、そういうことで治るっていうふうにしている、そういう伝統医療というが行われているというふうに MRC の医師から説明がありました。でですね、そういう医療の場所って何かっていうと、実際には医療じゃ、我々が考える医療じゃなくて、疾患とかそういう概念もなくて、もう少し言うと薬を飲むという習慣がないところなんですね。そこに我々が薬を作って、じゃあどうなるのかなっていうのが非常に行ったときに、私の中で疑問でしたし、DNDI さんと薬をうまく作った後、患者さんに貢献するためにどうしたらいいのかっていうことを考えさせられました。ちょっとここで、我々が今やっている、リンパ系フェラリア症のことを少し、紹介させていただきたいんですけれども、我々は、世界のグローバルのリンパ系フェラリア症プログラムに、DC 錠というものを提供しています。2013年からもう8年目になりましたけれども、28カ国に、20億錠ほど供給をしております。で、最初72カ国、この対象の国があったんですけれども、17カ国で、LF の制圧が達成しました。されたというふうに確認されています。で、まあ、このプログラムには、エーザイだけではなくて、GSK とか MSD、メルクですね、も提供していて、薬を提供していて、そのうち2剤または3剤を使って使用するという、もうしっかり、プログラムとして確立されているものです。これは2000年にですね、グローバルプログラムトゥエリミネートフリンパティックフィラリアシスっていう、こういう GPLF と呼ばれている、この、ガイドライン、もしくはプログラムが設置されまして、まあ、今日これから話をされる矢島さんも WHO の本部にいらっしゃった時にこのプログラムを一生懸命広めまして、徐々に制圧の成功が届いているというものです。このプログラムでは、まずマッピングをして年に1回5年間 MDA をして、その後サーベイランスをした後制圧を確認するというようなプログラムがちゃんとできています。で、最初の2億人から2019年には5000万人に感染者が減ったという報告は受けています。まあ、こういうようなしっかりしたプログラムで今学んでいることなんですけれども、インドの話に、例に出します。インドの LF 制圧はこの GPLF に、従ってですね、まあ、2004年にはマッピングがされて、2004年にちゃんとマッピングされてるってこと自体、驚くべきことっていうか素晴らしいことだと思うんですけれども、そのうち256が、リンパ系フェラリア症の蔓延地域だと分かっていました。で、年に5回やれば終わるはずなんですが、実は2018年にもう100箇所でうまく成功しましたっていう報告がありましたが、残り150箇所はまだ、制圧が進んでいません。この理由が何かっていうことも LF の活動から学んでいます。実はその理由は薬が遠隔地に届かないっていうこともあって、薬の問題もあるんですけれども、実際には届いても服用されてないっていうことが問題だっていうふうに最近言われています。で、エーザイの、インドの工場でこの DC 錠を作って世界に供給していますが、そのインドのバイザック工場っていうところに、我々の研究者じゃなくて、工場の技術者が、中心ですけれども、彼らが
そのそばに位置するヤルダ村っていうところでいろいろ活動を始めました。まあ、疾患の啓発の活動もしていますし、患者さんの、ケアの教育もしていますし、まあ、これちょっと驚きですけれども、まあ、ボウフラができないように、下水道の整備とかもやっちゃえって、まあ、技術者なので、そういうこともやっています。で、彼らが一番最初に取り組んで成果を上げてきたという報告を受けたのはですね、やっぱり近くの村に何をしたかっていう、すごい、よくわかることなんですけれども、彼らが最初にやったのは、やっぱ疾患啓発でした。村人たちにですね、わかりやすく疾患を教えること、それから感染症への理解を上げてもらうこと、あと MDA をやる、薬を飲む、そういう機会があるので、それをがあるっていうことを知らせるためにですね、ダンドラっていう、そういう儀式のようなんですけれども、太鼓、ドラムを叩いて、3日間、毎晩、MDA の前に、太鼓を鳴らして、MDA があるよっていうことを知らせて参加を促していました。そんなことをしています。で、そのおかげもあって、この屋良田村では、2014年以降、新規の感染者は出ていないっていうふうに、報告を受けています。で、最近ではですね、州の、認知、からも、いろいろ、共同の提案がありまして、子どもたちに、この LF の疾患啓発とか、薬を飲むことの重要性とかっていうことを、出張して教えるような、そんなことをやっています。で、ごめんなさい。ここで今、僕が大きく学んでいることを2つまとめると、1つはやっぱり、現場で疾患を知ってもらって、薬を飲む重要性っていうことを理解してもらうこと。もう1つはですね、この現場に即した、やり方、イノベーションが、出てくるっていうことなんです。で、これ、このスライド実は、WHO の本部のジョナサン・キングさんっていう方が、会議で発表していたもので、これ非常に僕気に入ったので使わせてくれと言ってお願いしたものなんですけども、これ今、COVID の対策として、MDA 止まってたんですけど、少しずつ再開するときに、こういう、イノベーションが起こってるっていう、スライドです。まあ、これ見ると、まあ、カトリと呼んでるものなんですけども、見ると大きなスプーンを使ってですね、各家に薬を配布して配っている様子が映っています。で、ジョナさんもここでイノベーションって使ってますけれども、まあ、そうなんです。工夫がいろいろ起こってくるっていうことが、もう一つ伝えたかったことです。で、ここに、医師があるところに道はあるっていう名前のホームページがあってですね、そこに行くとこういう情報が WHO インドオフィスの、ホームページに書かれていました。さすがに対抗の様子は書いてませんけれども、啓発活動の紹介、どういうふうに啓発活動を今しているかとか、まあ、それはソーシャルメディアとかを使ってやってるっていうふうに書いてあるんですけども、面白いことにやっぱり現地に行ってですね、この人が多分ヘルスワーカーだと思うんですけど、この方が薬の服用を指導したり、飲んでることを確認するっていう写真があります。やっぱこれが一番大切だっていうことを、やっぱり思い起こして、起こさせてもらっています。で、そういうこともあってですね、我々としてはやっぱり薬を開発して届けるっていうことは責任ですし、それできるんですけど、やっぱりそれがちゃんと薬を飲んでもらうっていうところまで、どこまで製薬企業として貢献できるか、そこを考えたときに、現地でマイセトーマの活動をしている AR ジャパンさんに一緒に現地の様子を調べていただいたり、啓発活動をしていただくっていうことの、共同を提案して、心よく受け入れていただいたっていうのが、この AR さんとの共同の背景です。で、すいません、最後に向かってちょっと無理やりまとめていくんですけども、実はこの後矢島さんがロードマップについて話をしてくださいます。で、ロードマップを、準備するっていうか作るときに、WHO がいろいろなステークホルダーズに、提案を求めたり、話し合いの機会を求めていました。それの1回目の話し合いのまとめがこれです。で、これが LF の、意見収集の、まとめなんですけども、ここに25って書いてあって、その提案がどれぐらい、アンビシャスなのかっていうレベルが三角で示してあって、まあ、現実可能性としては真ん中にいれば、まあ、多分高くないっていうか中くらいなんだっていうことで、妥当な提案が出ているし、いっぱい提案が出ています。一方、ロードマップ、マイセトーマですけれども、5つのコメントが寄せられた。よく見ると真っ白ですね。白紙なんです。まあ、これは、まだまだ疾患が広まっていないということもありますけど、
今後の知見がですね、多分マイセトーマの対策を作り上げていくっていうことを示していると思ってますし、今日ここでご参加されている方もマイセトーマに関わっていただける方が今後出てくるんじゃないかなと思ってますし、そう一緒にこの対策を作り上げていければな、一緒に仕事ができれば嬉しく思います。すみません、ご清聴ありがとうございました。最後に今日は私が紹介したことなど、エーザイの、SDGs っていうアカウントでツイッターやってますので、アクセスしていただければありがたく思います。どうもご清聴ありがとうございました。はい、日田さん、はい、発表ありがとうございました。はい、やはり治療薬を届けるというその一番最後のところの難しさ、またそれを今からしっかり考えていただいているというのは非常に心強く思いました。ありがとうございます。それでは、皆さんお待たせいたしました。最後になります、WHO 西太平洋地域事務所の、顧みられない熱帯病専門家、熱帯病対策専門家ですね、このウェビナーではおなじみとなりました矢島先生にご登場いただきまして、WHO が描く、マイセットーマ対策について、この日本の動きがどのように世界に つながっていくのかなど含めて、お話しいただければと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あとフルスクリーンで見えてますか？はい、大丈夫です。はい、じゃあ本日は、WHO 西太平洋地域事務所で NTD 低圧対策官をしている矢島と申します。本日は、WHO という立場から、マイセトーマが、まあ、これまでいろいろなパートナーの方々がどういうふうにマイセトーマに関わってこられたかということを聞きましたので、私は、まあ、WHO という立場からマイセトーマがどういう経緯で NTD リストに追加されて、でその結果どのような動きが出て、その新ロードマップの中でマイセトーマ対策に向けてどのようなターゲットとプライオリティが特定されたのかということを、時間がないので簡単に紹介させていただきます。このウェビナーシリーズの最初の NTD の概要の中で、疾病制圧対策プログラムというものがグローバルレベルでどういうふうに立ち上がっていくのかということをお話しさせていただいたんですけれども、大体はその大学や研究機関、まあ、他パートナーの方々が研究調査を現地で進めて、どれだけの問題があるのか、どういう対策ができるのかということを各疾患についてエビデンスを蓄積してくださって、でこれを受けて、まあ、WHO や他のさまざまなパートナー機関と一緒に、各国から対策の重要性、グローバルで、活動していく、対応していくことの必要性についてコミットメントを得て、それでその WHO がその戦略政策ガイドラインというものを策定していく。で、まあ、先ほどそれこそその日田様が紹介してくださったフィラリアのその制圧プログラムのようなプログラムを作っていく。で、今度それを蔓延国政府がこれを各国のまた戦略比較に落とし込んでいって、でこれを実行していく。でその活動をまたさまざまなドナーやパートナーの方々が現地で支援をして進めていくというふうに進んでいるわけなんですが、でこれがマイセトーマについても、まあ、こういう形で進んでいると思います。まずスーさん、2015年にそのスーダンの、まあ、もともとはスーダンのハルツーム大学のマイセトーマリサーチセンターというのが世界で唯一のマイセトーマ専門研究機関でしたが、でここの研究と啓蒙活動の成果によって、このセンターが2015年に WHO コラボレーションセンターというものに指定されます。で WHO コラボレーションセンターというのは WHO の活動プログラムを国際的に展開することを支援するために世界中の研究大学機関が指定されるものです。つまりこのマイセトーマ研究センターが正式に WHO マイセトーマに関する活動を支援する拠点となったということです。そして、同年にスーダンが主導して、マイセトーマを NTD のリストに追加するような、追加してほしいという要求をですね、第68回の世界保健総会に提出します。で、この要求が、まあ、その翌年に持ち越されて、その2016年の、WHA と世界保健総会でこの要求が承認されました。で、これで NTD の中にマイセトーマが一応一つ追加されたという形になりました。で、それと同時にその WHO、世界保健総会が、その、まあ、マイセトーマを追加する。その一方で、今後もこういう、まあ、要求が出てくるだろうから WHO に対して、よりシステマティックでテクニカリドライブン、まあ、テクニカルにちゃんと評価をされるような、その新しい病気を NTD に追加するためのよりシステマティックなプロセスを策定するようにというふうに、要請をしました。
で、これを受けてですね、WHO が、NTD スタッグという、NTD に関して WHO に助言を行うための戦略、技術諮問委員会というのがあるんですが、ここが、いろいろ議論を行って、このプロセスを策定して、で、加盟国に対して、もしまたその NTD に追加してほしい、疾患がある場合には、それを、示すドシエっていう、ドキュメントというか、リクエストを正式に提出するようにと発表します。で、これを受けて2017年に、実は、プラスアルファで3つ、新たな疾患が NTD に、追加されています。ということで、マイセトーマがそのある意味 NTD 疾患に新たに病気を追加できるような道を開いたという感じになっています。で、これもよく質問を受けるので、この機会にちょっと紹介させていただきたいんですが、どういうプロセスを受けて、その追加プロセスがなっているかというと、必ずパートナーやドナー機関ではなくて、加盟国が、一カ国でも複数国でもいいんですが、複数国の方が、よりジャスティフィケーションが高いですが、加盟国が WHO に対して、その新規疾患を WHO のNTDポートフォリオに追加してほしいという要求と、それを裏付けるエビデンスを提供します。で、そのエビデンスを今度 NTD スタッグが4つのクライテリアについて評価して NTD に追加すべきか、しないべきかを評価します。で、そのクライテリアというのが貧困下に暮らす人々の間で特に蔓延している。で、そのような集団によって偏見や差別を含む重要なモービリティやモータリティを引き起こすためグローバルに対応することが正当化されること。これが一番重要で。で、プラス熱帯地域に蔓延していること。それから WHO が推奁する5つの公衆衛生戦略、これは集団投薬、それから症例管理、ベクター対策、獣医学的対策、そして水衛生ですが、この3つのいずれかを駆使することによって根絶制圧対策することが可能であること。プラス、あるいは、研究開発が比較的遅れている。すなわち問題の大きさの割には、診断ツールの開発や薬剤の開発、対策ツールの開発のための資金の配分が少ないので、より、アドボカシーを強めていくことが重要であること。これが、クライテリアになっています。で、実はその、NTD リストの中にもカテゴリー A とカテゴリー B というのがありまして、で、カテゴリー A に入れる病気っていうのは、このクライテリア4つ全てを満たすもので、もう、ということを入ったら、同時にもう対策、制圧、根絶を講じるためのアクションを開始するもの。で、カテゴリー B っていうのは4つではなく3つを満たすもので、特にまだそのツールがまだないので、研究開発を推進するために、WHO が指導して、そのアドボカシーをもっと進めていくことという病気、カテゴリーがあります。で、マイセトーマは、カテゴリー B に入ったんですね。で、この結果、で、マイセトーマの NTD への追加を受けて、2029年にはマイセトーマ研究センターが WHO と共同で、最初のマイセトーマに関するトレーニングワークショップ、それからマイセトーマに関するインターナショナルコンフェレンスをバックトゥバックで開催し、で、またマイセトーマのハルトゥームコールフォーアクションという、参加者の間でマイセトーマ対策の推進に向けて、コミットメントをしていこうという、コミットしていこうという、コミットメントの、サインがなされます。そして2020年には、この NTD の新しい進路ロードマップの作成の、アクションが、グローバルレベルに始まりまして、その中で、セトーマについても、正式に 1NTD としてターゲットとプライオリティアクションが明記されています。とターゲットとしては、マイセトーマやその他、プラスアルファで後から入った、新規感染症も含めた、そのマイセトーマプラス新規感染症で、国家対策、サーベイランスプログラムの対象に、これらの疾患が含まれる国の数ということがマイルストーンで設定されています。と、それから2030年ターゲットを達成するためのクリティカルアクションとしては、迅速鑑別の診断ツールと、あと効果的な治療を開発する。そして、症例発見、報告のためのサーベイランスを構築すること。それから、診断及び治療を標準化するためのフィールドマニュアルを作成して、医療従事者の能力を強化していくこと。そして、また、診断キット及び治療への手頃なアクセスを、提供していくこと。この3つがクリティカルアクションの方として含まれています。で、また、ロードマップには分野別のプログレスの状況を、赤、黄色、緑の3色で信号を分けしたようなヒートマップがあって、分野別のプライオリティも明示されているんですが、マイセクトーマの場合は、すべてが赤色か黄色信号で、プライオリティとしては、先ほど申し上げたように、その診断ツールの開発で、プライマリーヘルスレベル、ケアレベルでの、
能力を強化して症例を早期に発見、診断、報告できるようにすること。でもちろん効果的な治療方法を開発し、それも標準化していくこと。それから、症例管理についてのキャパシティ、ヘルスシステムの強化を UHC の観点からも強化していくこと。そして、全ての国でサーベイランスってその早期診断だけではなく、フィラリアも同じような感じですけれども、そのグローバルレベルに活動が始まったときに、それがどういう効果を出しているのかということをちゃんとモニタリングできるようにするためにも、グローバルレベルで標準化されたサーベイランスを構築することが、非常に重要になってきます。で、これらを、本当にこう進めていくためにも、研究機関やドナーパートナーと協力していくこと、そしてまた、水衛生セクターと協力して、その水や石鹸へのアクセスを強化することによって、その症状管理も、改善にも貢献していくことというものが、上がっています。で、マイセトーマは、最後に NTD として新しい疾患ではありますが、他の NTD から対策プログラムの構築については、もう成功例も失敗例も含め、たくさんの知見がありますし、また、あと NTD ロードマップの中で特に強化エリアの一つになっているのが、スキン NTD で皮膚疾患を示す NTD を統合して、ヘルシステムの中にサーベイランス、治療、診断を入れ込んでいく。で、そのためにまた診断基準、治療方法、報告方法をグローバルレベルで標準化して、パッケージ化して、ヘルシステムを強化していきつつ、各疾患の対策を進めていくというようなことが、今後ロードマップのプライオリティの一つにもなっていますので、マイセトーマもこの中にうまく統合、研究開発を進めていきつつ、うまく統合してヘルスシステムの強化をやっていくという意味では、ある意味他の疾患よりももしかしたら早くプログラムの軌道に乗せていくことが可能ではないかというふうに、私は思っています。で、そのためにも、本当に産官民学の強固な連携、もうみんなで調整しながら、それぞれがギャップを埋めつつ、同じ方向に向かっていくということが非常に重要になってくると思います。以上になります。ありがとうございました。はい、矢島さんどうもありがとうございました。マイセトーマについてダブル HO の視点からお話をいただきました。少しですね、お時間の方が残り少なくなってきてしまいましたけれども、皆様からご質問いただいてますので、一つ二つ、取り上げてみようと思います。事務局の高橋さん、質問の方よろしいでしょうか。はい。ご紹介ありがとうございます。事務局の高橋です。まず1点目ですが、伝統医療に関するご質問いただいておりますが、伝統医療にアクセスしてプロジェクトなどに関係者を巻き込むことは難しいでしょうかというご質問いただいています。はい、ありがとうございます。伝統医療についてお話しいただいて、飛田さん、何かコメントございます。コメントありますか。はい、飛田です。ご質問ありがとうございます。同じことは僕もやっぱり思ってて、先ほどコンサルテーションっていうところがありましたけれども、あの場で WHO の、ロードマップを作ってる人に、ヒーラーもこの、医療従事者の協力者にしたらどうですかっていうふうには、伝えています。ただですね、現地では、お医者さんに対して、ヒーラーの人たちは、なんていうんですかね、商売敵なんですよ。なのでうまくそこで協力してもらえるかどうかっていうのはお医者さんの方からは、好意的なんですけども、逆にヒーラーの人たちはどう思ってるのかはまだ誰も知らない。普通はそうじゃない逆なんじゃないかなっていうふうに言われていると思います。ありがとうございます。高橋さん、もう一つ言ってみましょうか。はい、もう一点が診断に関するご質問いただいてますが、マイセトーマが細菌性かどうかを病院まで行かなくても近くの診療所やより身近な場所で簡易に見分ける手段などが確立するのは難しいでしょうかというご質問いただいております。はい、診断に関しては重要だという指摘が今日何回もありましたけれども、四つ先生もしよければコメントいただけますか。そうですね、はい。やはりこのポイントオブケアダイノスティックといって、患者さんのより近くで、診断ができるキットの開発というのが、それぞれの NTD で進んでいまして、ただ、マイセトーマに関しては、私のちょっと知る限りでは、ないと言いますか、やはりこの多くの菌、あるいは、心筋が絡んでいるので、開発が難しいということが、ありまして、そこら辺の開発はまだまだ、進んでいません。なので、今後期待されるところではありますが、
そうですね、重要なところだと思います。はい、ありがとうございます。治療薬のアクセスを高めるという意味においても、その診断薬の必要性というのは指摘できるかと思います。藤岡さん、一点よろしいでしょうか。はい、どうぞ。診断薬に関してなんですけれども、まだまさに吉先生おっしゃった通り、現在そのポイントオブケアでの診断がないというところではあるんですけれども、私も GHIT がですね、資金を提供する形で、今それに対するリサーチを進める動きが理化学研究所さんが主導してですね、尿と血小におけるその4種類の主たる原因生物を特定するマーカーを発見するということを目的にですね、プロジェクトを、昨年のちょうど2月ぐらいですか、1年ぐらい前に、走り始めたプロジェクトがありますので、何も保証されているものはないんですけれども、そういったリサーチを、日本としても、支えていきたいというふうに思っていることについては、一点、申し添えさせていただきます。はい、ありがとうございました。非常に貴重な情報だったかと思います。ありがとうございます。申し訳ありませんけれども、時間の方がですね、そろそろ参りましたので、そろそろ締めに入っていこうと思います。質問いただいた方、この他にもいろいろあるんですけれども、取り上げられなくて申し訳ございません。この最終回となる今日はですね、マイセトーマを取り上げまして、このセミナーを通してですけれども、その世間から顧みられないということが、その病気に苦しんでいる人々にどのような結果をもたらしているのか、その人たちの人生にどのような影響を及ぼしているのかということをよく、ご理解いただけたのではないかと思います。また一方で、そういう対策を進める上でですね、その人と人、そして組織と組織がつながっていく、その重要性、小さな変化がですね、大きなうねりとなっていく、そのプロセスについても、お見せできたのではないかと、考えております。本日お話しいただいたスピーカーの先生方、そしてですね、ご参加いただいた視聴者の皆様、どうもありがとうございました。さてですね、この本連続ウェビナー、これまで6回にわたり NTD についてお伝えしてまいりました。現在ですね、感染症といえばもう新型コロナという時代になってしまいましたけれども、やはりですね、その他にも忘れてはいけない病気ですとか、健康課題というのがたくさんあるんだということを一つ、ここでまた強調しておきたいと思います。なんとですね、この計6回のウェビナーを見渡してですね、重複を除いてなんですけれども、登録してくれた方の数を数えましたらですね、なんと650人を超えているということです。非常にたくさんの方に興味を持っていただき、我々としても驚きを持って感謝を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。最後にですね、本連続ウェビナーの講演をしてくださった GHIT ファンドよりご挨拶をいただきたいと思います。井本さん、よろしくお願いいたします。藤岡さん、ありがとうございます。この度このような企画を講演という形でサポートさせていただきました GHIT ファンドを代表して、私から皆様にお礼を申し上げたいと思います。まず何よりもですね、6回にわたって全て講演をしてくださった矢島さんをはじめ、力を貸していただいた登壇者の皆様にこの場を借りて直接お礼を申し上げられない、本日参加なさってない方もいらっしゃると思いますけれども、心よりお礼を申し上げたいと思います。そして2番目には、今吉岡さんからもお話ありましたけれども、650人にも及ぶ方にこのコロナ一色の世の中で NTDs に関心を寄せていただいて、世界、その日本で非常に時差が厳しいところにいらっしゃる方からも、インターネット上でつないでですね、ご参加をいただいたことに、本当に、深くお礼申し上げたいと思います。ご参加してくださる方が、どのぐらい出るのかっていうことが、吉岡さん、高橋さんはじめ皆さんと、この企画を作り始めたときに、本当に一番心配だった点で、だったんですけれども、予想を上回る方々の参加を得ることができ、非常に嬉しく思っております。そして、事務局の方々、本当に毎回、見事な運営でですね、この会を取り仕切っていただいて、NTDs を、に対する特に研究開発という分野で、この分野にコミットしている組織としてはですね、強力なサポーターがいらっしゃる、国内にいらっしゃるんだなということを励みにすごく思っておりますので、ちょっと今後どういったことができるかということを細かく今はお伝えできないんですけれども、この6回で終わりということではなくですね、様々な形で、場合によってはその、
海外に向けての発信というところも、ちょっと欲を出してやっていけたらより良いのかなというふうに思っていますので、またいろんな形で、今回携わってくださった皆様方のサポートを得ながら、NTT 勢の機運をしぼまないように、高め続けていければというふうに思っております。吉岡さん、お返しいたします。ありがとうございます。はい、湯本さん、どうもありがとうございました。ちょうどいいお時間になりましたので、ここで、本連続ウェビナーを締めさせていただきたいと思います。これまでご参加いただいた皆様、どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。